核内低分子 RNA は、新核細胞の細胞核の核スペックルや、カハール体などに見つかる、低分子 RNA のクラスである。スナナの平均的な長さは、約150ヌクレオチドであり、RNA ポリメラーゼ2、または RNA ポリメラーゼ3によって転写される。主要な機能は、核内のメッセンジャー RNA 線具体のプロセッシングである。また、 転写因子の調節、RNA ポリメラーゼ2の調節、テロメアの維持を助けることが示されている。スナナは常に特定のタンパク質のセットと結合しており、その複合体は核内低分子、リボヌクレオタンパク質と呼ばれる。SNRNP はそれぞれスナナ要素といくつかの SNRNP 特異的タンパク質から構成される。 これら複合体のスナナ要素で、最も一般的なものは、U1 スナナ、U2 スナナ、U4 スナナ、U5 スナナ、U6 スナナとして知られている。これらの名称は、その高いウリジン顔料に由来する。スナナは1966年に、ゲル電気営動によって偶然に発見された。ゲル中に見つかった予期しないタイプの r n a は調査され、後の分析によって、 これらの RNA は、ウリジル酸が多く、核内に定着していることが示された。スナナは、共通する配列の特徴や結合している、タンパク質因子などに基づいて、よく2つのクラスに分類される。1つ目のクラスは、SM クラススナナとして知られており、U1、U2、U4、U4 アーテック、U5、U7、U11,U12 からなる。SM クラスのスナナは、 RNA ポリメラーゼ2によって転写される。スナナ線具体は、核内で通常の7メチルグアノシンのーキャップが付加される。その後、プロセッシングのために角膜孔を通って細胞室へ輸送される。細胞室では、スナナのーキャップがさらなるメチル化を受けて、トリメチルグアノシンとなるとともに、3末端が切り落とされて末端にステムループ構造が形成される。 三末端のステム構造は SMN タンパク質によって認識されるために必要であり安定なリボヌクレオタンパク質となる。収縮された後キャップは SNRNP が核内へ送り返されるために必要である。これらのウリジンニトムスナは U7 を除いてスプライソソームの核を形成する。スプライシングは主要な転写後就職であり真核生物の核内でのみ起こる。 U7 スナナはヒストンのプレ、メッセンジャー RNA プロセッシングで機能することが判明している。2番目のクラスは LSM クラススナナとして知られており、U6 と U6 アップテックからなる。LSM クラスのスナナは RNA ポリメラーゼ3によって転写され、SM クラスのスナナとは対照的に核を離れることはない。LSM クラスのスナナは5末端にガンマ。 モノミチルリン酸からなるキャップを含んでおり、ウリジンが並んだ配列で終わる酸末端のステムループ構造が LSM タンパク質のヘテロ7両体リングの結合部位となる。メジャースプライソソームとマイナースプライソ,ソームのスプライシング機構の比較。スプライソソームは、新核生物のプレメッセンジャー r n a の成熟に不可欠な段階であるスプライシングを触媒する。 スプライシングの誤りは、たとえ1ヌクレオチドであっても細胞にとって壊滅的な影響を与えるため、RNA のプロセッシングが高い信頼性で繰り返し、行われることが、細胞の生存には必要である。スプライスソ,ソームは、5つのスナナと150以上のタンパク質から構成される巨大なタンパク質、RNA 複合体である。スナナは、その結合タンパク質とともに、 SNRNP を形成し、プレメッセンジャー RNA 基質の特定の配列に結合する。スプライソソームによるスプライシングの複雑な過程は2段階のエステル交換反応によって行われ、有利したラリアット構造のイントロンを作り出されると、共に2つのエクソンがライゲーションされて、成熟メッセンジャー RNA が形成される。スプライソソームには2つのクラスが存在する。 主要なクラスであるメジャースプライスソームは、深核細胞でははるかに豊富に存在し、主に U2 型イントロンのスプライシングを行う。スプライシングの最初の段階は、U1SNRNP と、その結合タンパク質のハンナのスプライス v への結合である。これによって、コミットメントコンプレックスが作り出され、ハンナがスプライシング経路へ拘束される。そして、 U2SNRNP が、スプライソソーム結合部へ呼び寄せられて、A 複合体が形成され、その後、U4、U6、U5 トライ SNRNP 複合体が、A 複合体に結合し、B 複合体として知られる構造を形成する。複合体の再構成の後、C 複合体が形成されてスプライソソームは、触媒活性を有するようになる。 触媒活性を有するスプライソソームの U2 という、ロクスナナは、フォールディングし、カッタリティックトリプレックスと呼ばれる保存された構造を形成する。この構造には2つのマグネシウムイオンが配位し、スプライソソームの活性部位が形成される。これは、リボザイムの一例である。この主要なスプライソソーム複合体に加えて、非常に稀なマイナースプライソソームが存在する。 この複合体は U11、U12、U4 アッテック、U6 アッテック、U5SNRNP から構成される。これらの SNRNP はメジャースプライソソームで用いられる SNRNP の機能的アナログである。マイナースプライソソームは U12 型イントロンのスプライシングを行う。2種類のイントロンは主にスプライシングの部位が異なる。 U2 型のイントロンは5と3のスプライス V に GTAG という配列を持つが U12 型のイントロンは ATAC という配列を持つ。マイナースプライスソームはメジャースプライスソームとは異なる経路でその機能を果たす。U1 スナナの予測二次構造と配列保存性。U1SNRNP はプレメッセンジャー RNA の5スプライス V に対応して スプライソソームの活性を開始する因子である。メジャースプライソソームにおいては、U1SNRNP は U2, U4, U5, U6SNRNP と同量存在することが実験的に示されている。しかし、人細胞内の U1SNRNP の存在量は他の SNRNP よりもはるかに高い。ヘラ細胞での U1 スナナの遺伝子のノックダウンによって、 U1 スナナが細胞の機能に大きな重要性を持つことが示されている。U1 スナナ遺伝子がノックアウトされた時、スプライシングされていないプレメッセンジャー r n a の蓄積が増加することがゲノムタイリングアレイによって示された。加えて、ノックアウトは主に転写開始点近傍のイントロンの異常な切断とポリアデニル化を引き起こすことが示された。 他のウリジンに富むスナナがノックアウトされた時には、このような影響は見られない。そのため、U1 スナナとプレメッセンジャー RNA の塩基体形成がプレメッセンジャー RNA を異常な切断とポリアデニル化から保護すると考えられる。この特別な保護効果が細胞内で U1 スナナが過剰に存在することの説明となる可能性がある。 SNRNP とスノーンプの研究を通じて多くの重要な疾患についてより良い理解が得られるようになった。脊髄性筋縮小 SMN1 遺伝子の変異は脊髄の運動ニューロンの変性と重度の筋消耗を引き起こす。SMN タンパク質は SM クラスの SNRNP とおそらくはスノーンプや他の RNP も組み立てる。 脊髄性筋縮症は6000人に1人が影響を受け、デュシェンヌ型筋ジ,ジストロフィーに次いで2番目に大きな神経筋疾患の原因である。先天性核界上昇を組み立てられた SNRNP 中の変異が皮膚、爪、粘膜の異常な変化を示す、この稀な症候群の原因となることが判明している。この疾患の最終的な影響には癌や骨髄不全が含まれる。 この症候群は、ジスケリン、テロメラーゼ RNA、テロメラーゼ逆転者構想を含む、複数の遺伝子の変異によって引き起こされることが、示されている。プラダーウィリー症候群この症候群は1万2千人に1人が、影響を受け、極度の空腹、認知機能と行動の問題、筋緊張低下と低身長を示す。父方の15番染色体上。 母方の染色体が発現しない領域の血質と関連している。この領域にはセロトニン 2C 受容体のメッセンジャー RNA を標的とするのを特異的スナナが含まれている。真核生物ではスナナは多くの二桜メチル化就職と修道入り人化を含むことが観察されている。これらの就職はスノーナの活性と関連している。スノーナは典型的には なの就職を行うが、スナナなど他の RNA を標的として、就職を行うことが観察されている。オリゴアデニル化がスナナの運命を決定し、自身の RNA 分解を誘導する。このスナナの量の調節機構は、選択的スプライシングの幅広い変化と協約している。ありがとうございます。